有限会社三村乳業は、三重県伊勢市に本社を置く、日本の乳製品メーカー。三重県牛乳協同組合に加盟している。1919年の創業以来、パスチャライズ殺菌による、コクのある牛乳を提供する。地域では、山村さんと呼ばれ親しまれる。1919年創業。当時は、本社裏で父牛を飼育し、箱車に牛乳を乗せ、伊勢の、 各家庭に配達を行っていた。その後、山村乳業の周辺は住宅地化し、牛の飼育が困難となったため、牧場は移転し、本社兼加工場のみ現地に残った。2000年代以降、山村乳業では新商品の開発や販売促進活動に力を入れている。この頃よりヨーグルトなどの開発をはじめ、2002年11月には自社のウェブサイトを開設した。 2005年、愛知万博のコーカサス共同館で、山村乳業が製造したヨーグルトが販売された。このヨーグルトは、山村乳業社長と、グルジア政府文化通商センターの職員が、東京で開かれた、日本市で知り合ったことをきっかけに、グルジアのヨーグルト研究者から提供された、種木を使って製造されたものである。この商品は、グルジアヨーグルトとして、後に、 三村乳業の店頭とインターネットで販売されることとなった。2012年5月28日、ソフトクリームのテイクアウト専門店、アイス工房直売店を開店し、2013年7月20日、伊勢神宮下空前に三村魅力学校を開店、観光客向けに三村乳業の製品の販売を開始した。下空前では2013年の神宮式年仙宮に、 合わせ、新店舗の開業が相次いでいた。サンソ村ン牛乳主要な製品である、サンソ村ン牛乳のほかコーヒー牛乳やフルーツ牛乳、ヨーグルト、プリンを生産する。製品は主に瓶に封入する。伊勢市内の一般家庭への宅配が中心であるが、牛トラやゼニヤ、グッディなど、地場スーパーマーケットとも取引している。一部の製品は、 愛知県名古屋市のスーパーマーケットや東京都中央区、日本橋室町にある三重県のアンテナショップ、三重テラスでも取り扱いがある。山村フルーツは山村乳業の製造をするフルーツ牛乳であり、昔ながらの瓶詰めで視線をして販売している。2012年時点で日本では瓶入りのフルーツ牛乳はほとんど姿を消しており、珍しい存在である。宅配のほか 伊勢市や橋の宿泊施設の浴場の自動販売機で販売している。サンソンフルーツは2012年公開の映画テルマエローマエで安倍博士が演じるルシウスが風呂上がりにフルーツ牛乳を飲んで衝撃を受けるシーンで登場した。映画の美術担当者が映画の公開によりサンソン乳業では売り上げが1.5倍に伸びたという牧場からタンクローリーで原乳を入荷し、 低温タンクに貯蔵、ゴミなどを除去し過温処理後、乳脂肪を砕く。その後パスチャライズ殺菌を行って、急速冷却し、瓶に牛乳を詰める。生産された牛乳は、伊勢市内を中心に、渡来郡玉城町や滝郡明和町にもいる。契約家庭約3500件の元へ配達される。顧客の高齢化が進んでいるため、山村乳業では、 新聞広告やウェブサイトを用いた新規顧客の獲得に努めている。三重県では牛乳の宅配業者は減少傾向にあり、山村乳業は県内有数の大事業者である。山村乳業の製造する牛乳の特徴は摂氏85度で15分間かき混ぜながら殺菌するパスチャライズ殺菌である。味が大事と語る創業者が初めて以来、 同じ方法で殺菌を行っている。これにより牛乳本来の味を生かしながらコクが引き出せる。この殺菌法では1日に処理できる量が限られるため大量生産は不可能である。山村ミルク学校。ありがとうございます。